錯覚。飲みすぎるとブサイクでもちょっと可愛いんじゃないかなって錯覚しちゃう。ボーン。はい、今日は最高のプロマジシャンでも騙せるテクニックです。お楽しみください。実演。スペードのジャックを中ほどに入れておきます。指を一度鳴らすと一番上に上がってきます。もう一度スペードのジャックを中ほどに入れておきます。指を一度鳴らすと一番上に上がってきます。はい、では解説していきます。ブラフパスのような原理を使用しております。ブラフパスについては下の動画をご覧ください。アンビシャスカードのルーティーンの途中等に組み込めると思います。まずあらかじめボトムのカードにブレイクを取っておきます。そしてトップのカードを見せます。今回はクラブの8です。裏向きにした状態でスイベルカットを行うわけですが、51枚のカードをこのようにカットして1枚のカードを重ねます。これを普通にカットしたように錯覚させます。右手の中指を支点にして左手の人差し指で51枚をこのように取って1枚を重ねます。重ねた瞬間半分ほど持ち上げてこのようにドリブルを行います。そうするとより錯覚が強くなります。そうすると今2枚目にカードが来ている状態ですので、普通にダブルリフトを行って一番上に上がったように見せます。そして2段目はダブルリフトを行いトップのカードを処理したいので、今度は逆にトップのカードの下にブレイクを取ります。そして先ほどとは逆に1枚のカードをこちらに取ります。そして51枚のカードをこのように重ねて半分ほど持ち上げてこのようにドリブルを行います。そうすると一番上にお客様のカードがあるというものになります。角度には結構強いと思いますが、真横にいるとちょっとやりづらいと思います。このような角度にして、ここはあくまで数枚持ってるようなイメージです。カードを絶対曲げたりしないように注意してください。このように重ねてすかさず半分を持ち上げてドリブルを行います。そしてダブルリフトを行いトップに上がったことを示します。もう一度ダブルリフトを行います。今度はトップカードの下にブレイクを作ります。このようにあまり厚みがわからない角度にして、このように51枚を上に乗せます。このように乗せた瞬間に半分ほど持ち上げてこのようにずらして、あたかもここに入れたように見せることもできます。こちらのカードを中に入れて指を鳴らすと一番上に上がってきたという演出も可能です。多くのプロマジシャンを引っ掛けてきたテクニックです。ぜひやってみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。悪いことをするときはこそこそやるのではなく大胆に行ってください。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。